皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日もオイナスタジオからお送りしています。今日2016年2月の5日金曜日、今日の崇拝の言葉は、いつも心に愛と感謝ありがとう。いつも心に愛と感謝ありがとうです。そして、今日の BGM は文久3年秋頃、龍馬の手紙を読む吉村虎太郎を惜しむ手紙、聞こえるあの声の中から、前面お越しの恩を踏み、吉村虎太郎を惜しむ手紙です。はなはだ面白く拝見つかまつり候、朗読は女優の休養これあり小林愛子さん。今日江戸へ参り申し候の間、有名な人ですね。そのお知らせ方が、その彼女と先日の恩夫にずっともう何十年も一緒に朗読コンサートをしていますが、先日大和の国にて中での CD の一つですね、龍馬の手紙を読む。その中に小林愛子さんが龍馬のお姉さん、乙女姉さんになってですね、嫌いの間柄の池田の弟から来た手紙を、まあ、朗読するわけです。水道のお里の坊主など、やはり先日みなみな打ち負け候主、自分のお姉さん、乙女姉さんというのは自分の育ての親みたいなものですから、これらはみなみな使用が悪いにつき、一番心を許した今日より打つ手を諸藩へ押せつけられ候の中に書いてるわけですね。みなみなどうも戦することを知らず、龍馬の心情が非常に、ただ一幕に負け候よし、それを、高知県立坂本龍馬記念館と一緒になってですね、制作しました。まだまだ打っての勢いは、龍馬の手紙を読む、一掛け合わせに聞こえるあの声です。打ち破り候ものをと、音楽は哀れに存じ申し候、私が担当いたしました。まずは早々頓主龍より音様春井様、そっかなお、他の柳の用事の都合のことは、龍馬が思惑いっぱいのところは、そのコピーがそのまま入っています。変わらずかまで申しやり候、十、その文、とても長い手紙がすべて入っていますね。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。